朝じゃその部活やって朝練はやらなかったですけど、ないんですよ、ね、練習させてもらってるゴルフ練習場の球拾いを週3でやってから学校行ってで、まあ、授業を受けて終わったら部活動なんですけど、アプローチパターン練習場があって、まあ、そこに1時間とか1時間半ぐらい行ってから打球練習をして、まあ、みんなそれぞれ自分の課題を持ちながら練習するみたいな。コーチみたいな存在はいなくて、そうなんですか？各自それぞれ自分の練習をやるみたいなスタイルだったんで、冬場とかは結構その走ったりとか、まあ、体力トレーニング的なのをちょこっとやってたりもしましたけど、基本はまあ試合とかでこう団体で動くっていうだけで、練習の時っていうのはもう個々に任せるみたいな。だからすごい自分の意識とかどう取り組むかによって差が出る環境だったかなとは思いますけどね。その部活の時って本当サボってんなとかいました？やっぱいましたね。集中してないなとかありましたし、まあ私も集中してない時はもちろんありましたけど、なんだろうな。でもやっぱ部活の良かったところはやっぱり同級生だとか先輩だとかにこう負けない、その人よりも練習するみたいな気持ちがやっぱ芽生えるんで、こう目標っていうかこうモチベーションを保ってるみたいな。そうですね、はい、そういうのは良かったなと思いますね。ゴルフはこうチームワークじゃないから個人競技ですからね。個人競技、自分次第ですよね。はい、確かに周りにこう頑張ってる人がいると自分も頑張んなきゃ。そうです、その3倍はやんないとぐらいな気持ちでやってましたね。ちょっとその気持ちわかります。負けず嫌いですね。わかります。人一倍やんないとみたいな。そうだから学校はまあ試合とかが結構試合とかでいないことが多くて、あんまりその行けてないのも多かったんで、平日とかにこう試合があったりとかもしたんで、休みになることが多くて、まあだから学校は楽しかったですね。ゴルフとは全く関係ない人たちとこう触れ合う時間っていうのはリフレッシュになってたかなと思いますね、今だと。そのプロテストは初め何回受けました？プロテストは1回ですね。1回で通りました。すごい。それもう7年、そうですね、18、まあ、19になる年だったんで、高校卒業してプロテストを受けて合格してみたいな感じでしたね。まあみんなプロになってる人口を揃えて言いますけど、プロテストはもう二度とやりたくないっていう。どういう雰囲気なんですか？いややっぱみんな必死ですよ。自分のもう人生かかってるんで必死です。プロテストって1年に1回です。はい。今なんかは私が受けてた頃とだいぶこうやり方が変わってるというか、私の時は2次テストが2日間を3回やったりしてたんですけど、今は3日間を2回かなとか、最終プロテスト、最終ステージが4日間になっていて、私たちの時は3日間だったんですね。プロテスト1回で合格されて、はい、その時どんな気持ちでした？いやー嬉しかったっていうのと、まあ、初めはやっぱ実感が湧かなくて、まあ、そもそもプロになったってどういうことなんだろうみたいな感じ、はい、これから稼いでいくぞとかそれっていうよりかはなんかまあ目標にしてたことだったんで、達成できたっていう。安心感ですね。あとやっぱすごい緊張感のあるラウンドだったんで、そこから解放されてほっとしたみたいな。プロテスト合格して初めての試合の時とかってどういう気持ちですか？いや緊張してたと思いますね。覚えてますか？めっちゃ打った記憶がありますね。今年度のプロテスト合格高島さゆりって言ってこうアナウンスされるんですけど、まあ嬉しい気持ちとなんかちょっとこう恥ずかしいような気持ちとがあったような気がしますね。プレッシャーも結構プレッシャーもありましたし、まあでも楽しかったとは思います。はい、その時は。今このリンゴルフオープンっていうのをやってるんですけど、で最初の始球式があるんですよ、スタート前に。3回やったんですけど、毎回すんごい緊張します。そうですよね。60人か70人くらい囲まれて打ってるんで、この人は。じゃあそれは緊張しますね。でもツアーの試合も多分最初そうで、みんなすごい見てますもんね。まあそうですね。だからすごい同じような気持ちだと思います。いやでもプロの方18ホール多分そんな感じでずっと回っていきますもんね。ギャラリーの方がいて。慣れもありますね。気にしなくもなりますし。自分が調子が良くない時は気になる時もあるし、みたいな感じですよね。ですよね。何回か試合見に行ったことあるんですけど、本当こんな重いギャラリーの中よく打てるなぁと思いますね。ですよね。ですよね。2番で超コントロール的な。だった。突っ込んでるんだよね。おお、これはピース G。あ、でかい。なんでだ。あれでかい。あれ？ナイスショットでしたよ。変に上げようともしなくていいんで。これ私がこの辺でいいですよ。こう境目ぐらいに落とすつもりでいいです。はい。うまい。おお、ああ早いよ。でもうまく落とせると思えば。今のは果たしてスライスだったのかという謎ですが、今フックをスライスって間違ったんですか？あれ違った、やっぱり今アプローチ打ってきた時にこっちからこういったじゃないですか。ということはやっぱりそう戻ってきて普通の話まあこれはもう吹き流しの方向に打てたらいいなっていう。おお、右だ。右にもでも全然大丈夫そう。大丈夫ですかね。両方あったら嫌ですけど、どっちかだけだったら、まあ雨の方がまだいいかな。あ、そうなんだ。風はやっぱり予測不能なんで、結構考えなきゃいけない。雨だけだったら全然雨だけの方がいいですね。今日は雨だけですね。今ちょっとリサちゃんに聞いたのが、オープンにするといいですよ。両意見がありますね。両意見ある。確かにカット軌道に振る方がまっすぐ行きやすいんです。なるほど。だけど右に向いちゃった方が、右に向いてまっすぐ打つつもりの方がまあまずどっちが合うかですね。ドローヒッターはあまり左に向くのをおすすめしません。ちゃんと右向いとけば、でしっかり右に打ち出す。はい。オッケー。出た。ナイスショット。オッケー。おーい。まあちょっと手前もありだと思っていきます。そうですね。バックの方向。いったこれは。いやーナイスー。ありがとうございます。ナイスオンですよ。え、乗ったか。乗ってますね。乗りました。ナイス。ああ弱い。いやー結構切れる、さらに切れる。電車が、もっと読まなきゃいけなかったな。ナイスバーディー。はい、ありがとうございます。イーグル取りたかったですけど。惜しかったですね。まあまあまあ、バーディーでも十分。おお。ああ、右だ。いや。でもバンカーはいかないか。うん。オッケー、ナイスショー。完璧。いいとこ行きましたね。ありがとうございます。あの上です。おお。キック。ああ。どうなの？結構大きいのかな。おお、いい入りした。ナイス。いい入りだった今。こっちの傾斜が強いんで、切れてからが早いです。3分の2ぐらい、3分の2から先が早いイメージ。それは優しくすぎた。そう、下りの時なんか私もそうなんですけどビビっちゃうんですけど、でもオーバーした方がラインも見えて、かつ上りなんで行きやすい。下りの時は、まあ、打っちゃってもいいんですよね。いい感じ、いい感じ。でもこういうことですね。こうこのパットの方が入れやすい。確かに。そうですね。オッケー、ナイスパー。しっかり入れましたね。ありがとうございます。スカーフがとりあえず。